ターの00包囲網は想定以上。地上でもかなり厳重な警戒態勢が敷かれているわ。レス軍の対空部隊に制空権を抑えられている限り、フライングネットでの強襲ライブはリスクが大きすぎる。情報通り、デスは本気みたいね。翼さん、それでも私たち。分かっています。ライブを成功させる作戦を何としても見つけ出す。現地のオタも力を貸してくれています。お任せください。こちらも各地の有志に協力要請をしています。ライブ会場に最適な警備の薄いポイントも調査中です。ありがとう。マリコ様に感謝していただけると。自分、今回命かけます。なんだって、自分は、マリコ様の。ん？マリコ様？この場所でライブまで待機します。メインライブのメンバーはフォーメーションチェック。アンダーは着替えとメイクを先に済ませて、ウォーミングアップを始めておくように。はい！よし！みんな気合い入れていくよ！バカにな。あなたは休んでいなさい。私やれます！心配しないでください！あなたの心配はしてないわ。ライブは一期一会。このライブが00を見る最初で最後の機会となるお客様もいるかもしれない。あなたは今、最高のパフォーマンスを見せることができるの？その人の心に一生残るような最高のステージを。かなた？はい。あなたが高見菜のアンダーとしてライブに参加しなさい。私が高見菜さんの代わりに？この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ちょっと誠やりすぎじゃない？いいの、元が地味顔なんだし、持って持って目立たなきゃでしょ。なるほど、納得しないでよ。かなたさん、フォーメーションチェック始まりますよ。了解。かなた、ハッスルですわよ、ハッスル。メグにはこっちのモーブピンクが似合うと思いますわよ。ミモリさん、私たちにとって秋葉スター以外で初めてのライブですもの。気合い入れていきましょう。ヨーコと一緒のステージじゃないなら僕どうだっていいんです。え？ヨーコと一緒に襲名したかった。ずっと一緒だったのに。ヨーコはメインステージで僕はアンダー、多分戦闘チーム。こんなに遠くなっちゃうなんて。ヨーコの隣で歌いたかった。隣にいるのとちっとも変わらないですわよ。え？私たちが頑張ることで襲名メンバーのメインライブを光り輝かせることができる。
私たちはいつもつながってる。いつも一緒なんですわ。あ、ミモリさん、僕カナタさんやミモリさんにひどいこと言ったのに。なのに。気にすることありませんわ。だって、私はド M ですの。え、楽しみましょ。うはい。カナタ、そこ 0.75 まで移動。はい。左足から。まだ移動してどうすんの。見え方考える。うわ、ここは愛の無知だろ。フォーメーションチェックだけのはずなのにね。カナタ、割と踊れてると思うんだけどな。ユウコさん、すいません。この子やっぱりすごい。まだかな。誠さん、お化粧取れてきてます。え、練習しすぎた。ウキ、ダルマン、あ、どうしたの。ダルマン作りたいの。はあ、あ、そなたの星って砂漠の星だったんだっけ。ユキ、初めて。ダルマン、ねえ、まだかかりそうだし、ちょっとだけ外に出てみない。え、さすがにまずくない。だってデスがいるかもしんないんだよ。私たちのことなんて誰も知らないよ。研究生なんだし。じゃ、偵察ってことで。あ、チエリ、デルマン、私も行く。ちょっと待って。私たちも行きましょうか。はい。翼さん、ん、研究生たちが勝手に外へ。あの子たち、しょうがないわね。わー、雪だ雪だ雪だ。そうだった。ちょっと大丈夫。あらあら、お、うん、ブリ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 。痛くないよ。チエリー、何見てんの。あれ、ん、もう待ちだ。なんだか暗い街だね。おじさんも元気ない。灰色な空のせいかしら。なんかさ、この街ランカスターを思い出さない。うん、そうだね。懐かしいね。あら、この行列何かしら。配給、あそこでパンを配ってるみたい。そなたももらってこよう。ダメですよ、ソラティ。配給は本当に必要とする人たちのものです。そっか。しかし、ここの人たちって不幸オーラ半端ないっすね。皆さん元気がないですね。うん、心まで凍えちゃってるみたい。これが完全芸能禁止の星の人たち。この星でライブするのってどうなんだろう。え、ライブが終わればまた芸能を禁止されてしまうのに、夢を見させてまた取り上げちゃうようなこと。確かにそうっすよね。でもそれでもゼロゼロのライブを見てほしい。あれ、ヘビロテ。もう、おー、こら、あ、あの子たち。あ、私たち怪しいものじゃん。え、シェムシェムシェム、え、シェム
スメグウミ。え、私たちのこと知っててくれてるの？だかにゅしな。え、これ、私たちの紹介映像。そうなの。嬉しい。ゼロゼロのライブ中止になっちゃったって聞いてたから。こうして会えるなんて夢みたい。夢。みんなライブに来てくれるはずだったの？うん、あのね、ママにいっぱいお願いしたの。お小遣いいっぱい貯めて。私もいっぱいお手伝いした。まあ偉いね。私も嬉しい。ちゃんと働いた。ほう、そうなんだ。まるであの頃の私たちみたい。そうだ、私たちの夢だってあの灰色の空の下で生まれた。よーし、じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん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 、フォー。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス。君に、なぎさ、そうだった。では私も手があったわね。私はここでのライブはどうなんだろうって頭でばっか考えて、だけど渚は違った。キララ、本当の気持ち。キララ、初心地に言うんだ。何をしている貴様ら、もしやゼロゼロの。この子たちは関係ありません。おとなしく武器を捨てろ。みんな聞こえる？翼さん、あなたたちに乗ったわ。教習ライブ改め同時多発ライブ。同時多発ライブ。同時多発ライブでゲス軍の動きを拡散、その隙をついてメインライブを実行する。絶対にありえない。そう思ってたのに、なんだか私あなたのことが好きみたい。いいわ、最高。ゲスの部隊が分散していく。密かに呼びかけたファンが集結してきています。10分後に開演します。了解。1曲目はリバー。よっしゃ。 あなたの衣装は？はい、これ高峰の分もよろしくね。私じゃ高峰さんの代わりは務まらないかもしれません。でもきっと高峰さんみたいに、
こっちへ逃げたぞ。ゼロゼロめ、向こうか。よっ、うひゃあ。ありがとう。ちょっとピチピチ。この服を着て高見菜さんを感じていると何だってできそうな気がする。行くよ。はい。あ、はい。待て。高見菜、高見菜さん、ダメですよ。まだ休んでないと。もう大丈夫。脱いで。え、その衣装私のだから。私がライブに出るから。高見菜、やらせてください。絶対に無様な姿は見せません。五代目高橋みなみとして最高のゼロゼロのステージをこの星のみんなに届けますから。わかったわ。2分で準備して。ありがとうございます。カナタ。はい。おお、特務の研究生ガバリーラ。お、引きつけるためにもある程度のまとまった人数で作戦を続行して。今そのエリアにいるのはチエリ、ナギサ、オリネ、ユーカ。あ、ナギサ、4人でライブを。 AKB テルテル48。
ちっちゃな町で、灰色の空の下で生まれた夢。私たちは4人で00になりたい。出会ったのは一昨年だ。ちっちゃな私たちが願った大きな夢。目指す人たち、私たちはその夢を今、ちっちゃなちっちゃな形でも叶えているんだ。馴染めずに話もできず、孤独を感じた数ヶ月。辛かったあのレッスンを共に過ごして気づいた。たのに全然わかりませんでした。よしみんな、高みなの分もアンコールぶちかますぞ。すごいです。本当に素晴らしいステージでした。この後私に高みなさんの衣装を着る資格なんてまだないんですけど、頑張ります。いつか高みなさんに追いつけるように。そんな簡単に追いつかれちゃたまんないよ。悔しかったはずなのに、どんなに傷ついても00のステージのことを一番に考えてる。やっぱり高橋みなみは高みなの名は。彼方にこそふさわしい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。